儲かりますか？そばの犬めでおま。そしてお前の名は、もののべのおこしら。よい悪いな、ヨンメアン。儲かりますか？と言ったら、ぼちぼちでんな、って答えてくれると。ふん、そんなノリに付き合えるか。しかしとやっちゃで。ところで、前回538年に、わい、金麦天皇に仏像を押し付けられたけど、どないしたらええんやろ？考えるまでもない。我が国には、神道という立派な宗教があるんだ。んな金ピカのわけわからん仏像が無宗教なんぞ、受け入れていいわけなかろう。でも、天皇の命令やで。ことは、そう簡単やないやろ。それに、よう見るとこの仏像、ええ顔してるかな。ふん、こんなものの、どこが。渋谷の八甲堂の方が、よっぽどいい顔してるぞ。犬と仏像比べちゃあかんやろ。まあ何にしろ、仏像任されたんはお前だ。自力で何とかしたらいいだろう。えらい、冷たい言い方やな。何しろ、俺は、日本古来の、神道を守る者弟子だからな。仏教やら仏像なんてものは、新興宗教だから興味全くなし。むしろ敵だ。クソをそんな言い方されると腹立ちするな。よっしゃ。この仏像、立派な建物作って、そこに収めて、みんなが拝みたくなるようにまつっちゃる。立派なもんや。このバッグの写真、見てみい。この光源寺の素晴らしいこと。寺作ったら一層仏像の素晴らしさが引き立つで。な、息子、の、息子。それより、お父ちゃん、なんでわい、こんな女っぽい格好なん？ひひん。それはな、お前に合うキャラが、この場所しかあらへんかったからな、なんて、裏方の事情、語らせるんやない。それに、お父ちゃん、このバッグの寺の写真、古墳時代にしては新しすぎるで、ひひん。それもな、この写真が平成に撮られたもんやからな。当時の光源寺があったとされとる場所に建てられとる、新しい光源寺の写真なんだ。これは、っていうか、裏方の事情、語らせるんやないって。Y の名前も、うまっこ、なんて女っぽい名前やし。この格好と、この名前で Y が女や、と誤認するもんもおるで、きっと、ひひん。そん時は、そん時、明日は明日の風が吹く、やがな。無責任やな、ひひん。ところで、今、水滴、何年だ？今？今は570年だ、ひひん。う？ど、ど、ないし、たん。お父ちゃん、ひひん。今年は前が死ぬ年や。ほな、さいなら。う、わ、いきなり死によった、お父ちゃん。ひひん。蘇我の稲目、いるか？あんたはお父ちゃんのライバル、もののべのおこしやないか。ひひん。ん？お前は？わいは、蘇我の稲目の息子、蘇我のまこや。ひひん。馬？馬には用事はねえ。血を出せ、蘇我の稲目を。お父ちゃんは死んだわ。たった今、ひひん、何？死んだ？やっぱりな、やっぱりなとはどういうこっちゃねん、ひひん。今、巷では伝染病が流行ってるんだ。お前のお父ちゃんも、その病気で死んだに違いない。伝染病やって？ひひん？そうだ。こんな病気が流行ったのも、お前ら蘇我が、仏像、なんて怪しげなものを、拝んでるからだ。それは言いがかり、注文やで、ひひん。だから、こんな仏像なんぞいらん。捨てる。何すんねん。ひひん。ついでに、こんな寺も燃やしちまええ。ぼうぼう。あ。こいつ、ひい、捨ておった。ひひひん。ぼうぼうぼう。ぼうぼうぼう。この犯罪者。何、さらすねん。ひひん。それは、こっちのセリフ、じゃ。お前ら蘇我が仏像なんぞ拝みよるから、日本古来の神様が怒って病気流行らせたに違いないわ。物騒になったんは仏像のせいちゃうわ。いや、仏像のせいだ。なんでやねん？ひひん？仏像は、仏像だから。つまらんわ。ひひん。
して日本初の寺は、雷起こし、いや、もののけの起こしによって焼かれ、仏像は川に捨てられてしまった。ちなみに、この仏像、どういった経過をたどったのかわからないが、現在では長野県の善光寺に置いてあるらしい。らしいというのは、実際、その仏像を見た人がいないからで、いわゆる、秘仏というやつなんであるのだのだのだ。そして、蘇我、もののけの仏教をめぐる争いは、スフツ論争と呼ばれ、欽明天皇の次の時代、離脱天皇、陽明天皇の時まで持ち越された。しかし、その争いもある人物が登場してくることによって決着がつく。ある人物とは誰？